ょっとメイクしていこうかなと、そういった感じでございます。今日なんかお顔まん丸なんだよね。最近ずっとそうかこんにちは、やっほー。ということで今日も元気にやっていくわけですけれども、よいしょ、こんにちは。今日は顔のコンディションがあんまりよろしくないですね。こんにちは、よいしょ。今日もね、午後から舞台の稽古があるので午前中にちょっとやっといて、まあ、夜短めでもね、なんとかなるようにちょっと昼間に一発やっとこうかなという感じでございます。こんにちは。今日は外涼しいのかな。まだ天気予報見てないよ。こんにちは。どうなんだろう。どうですか皆さん。皆さん今外にいますか。こんにちは。まあ、外で見てる人あんま多くないか。もうちょっと落ち着いた場所で見てるか。でも昼間外出た方とかいますか。どうですか今日は。どんな感じなんだろう。こんにちは。よいしょ。あ、でも涼しそう。中野は涼しいです。確かに。だからこの時期もう涼しいと思うわ。さすがに。そういえばこの部屋今25度あってちょっと暑いです。こんにちは。そうか、曇ってるからそうか、体感も涼しいよね。なんかさ、気温ちょっと低めでも太陽出てるとさ、体感温度高かったりするやんね。こんにちは。うわー、旅行行きたい。旅行行きたい欲が高まってる最近。トメさんゲストありがとう。こんにちは。旅行でも行ったとして何するんだろうさ。食べることが好き。旅行先でなんかご飯食べるのが好きなんだけど、最近太ったから食べれない旅行って何したらいいの。羽より団子タイプだからさ、観光地見て回るより観光地の美味しい食べ物食べ方が好きなんよな。食べない旅って何したらいいんだろう。むずくね。確かに体験は確かにね。体験は確かにそう。ユニバのチケットが2割引きになっても、最後は年パスだから関係ないんだよな。こんにちは。何も関係ない。むしろさ、チケット安くなると混むからさ、嫌なんだよな。そういえばお金を出してでも空いている遊園地で遊びたいタイプだから、時は金なりタイプだからさ。こんにちは。お城ね、そこまで強い興味がないのがな。
あれなんよな。よいしょ。こんにちは。マックの三角チョコパイが今日から。三角チョコパイね、別にそこまでなんだよね。わざわざ今年食べないかな。こんにちは。いや、美味しいんだけど、そのカロリーに見合った美味しさはない。罪悪感を感じながら食べるほどではないなとさやは思ってしまう。美味しいんだけどね。なんかさやがなんかいくら食べても太らない体質だったら食べてるね。そうっていうだけ。さやが太りやすい体質だから控えるってだけで、好きなんだけどね。そう、代償がでかすぎる、カロリーっていう。こんにちは。あ、そうか、今日カレンちゃんの初日だ。おめでとうカレンちゃん。今日は午後公演かな。頑張れカレンちゃん。こんにちは。やっとだね、延期延期延期になってついに初日。それでコンサート終わってすぐなのに大変やな。頑張れ。確かに温泉行きたい。大浴場行きたいね。次の休み温泉でも行こうかな。一人で？一人か。一人ちょっとつまんないな。悩ましいな。でも温泉とかの露天風呂がめっちゃ好きなの。しかもこのちょっと寒くなってきた時期の、なんか顔と肩は外気でめっちゃ寒いけど、お湯に浸かってるからあったかくて無限に入れる感じが好きなのよ。普通のお風呂ってさ、暑くなっちゃってさ、その長く入れないけどさ、露天風呂って外気で冷やされるからさ、ずっと入ってられるやん。それが好きなんだけど、一人つまんないんだよな。その一人で長居するのつまんなくない？することないやん。瞑想ぐらいしかやることないじゃん。でさ、瞑想あんま得意じゃないからさ、飽きちゃうんだよ途中で。そう、飽きちゃうんだよね。それが難点だね。よいしょ。でも大浴場行くっていうのはありですね。スーパーみたいなね。サウナとかも行きたいしな。岩盤浴とかでもいいし、でも高いんだよな。サウナもね、長く入ってるの飽きちゃうんだよな。すぐ飽きちゃう。すぐ飽きちゃうのよ。それがね、難点だね。こんにちは。クラサワシエリンはしっかりしていますか？シエリちゃんはラビットですよね、確か。でも昨日ね、なんかちゃんとやっと喋った。なんか昨日私いろんな人とやっと喋れたんですよ。人見知り高橋さんは。でも昨日いっぱい喋った気がする。なんか一つ一つの所作が全部可愛い。で、今回の座組マジなんか素敵な人しかいないから、なんかすごい落ち込む自分が、なんか、あ、真に人気が出たりとかモテたりとか、その人から愛されるのってこういう人なんやろうなって周りを見て思って、自分はまだまだだな、頑張んないと、うんって毎日思ってる。え、マジでみんな可愛いの。なんか AKB の現場もさ、みんな可愛いからさ、私は落ち込むんだけど、
顔かわいいなみんなみたいな。今回の座組もかわいい子しかないからなんか落ち込む。なんでみんなそんな無理やん、勝てん勝てんって思う。まあ、元アイドルのことが多いんだけど、でも今はさもう役者としてやってる子が多くてさ、なんか役者でそんな可愛かったらもうアイドルとして勝てないと思って無理やピエンって感じで毎日頑張っています。マジみんな可愛い、可愛くて性格いいからなんか勝ち目ない勝ち目ない。趣味がありません。頑張ります。でもなんかもうさ、女王捨てって何回もやっててさ、何かしらの女王捨てに関わったことある人ばっかりだからさ、今回。もうなんかそもそもみんな仲良くて、なんかもう女子校に転校してきた気持ちだね。みんなもう関係値ができてて、そこにポンって入ったから、そう。その難しい、よいしょ、こんにちは。めちゃくちゃ難しいね。こんにちは。人見知りってどうやったら直せんだろうね。人見知りすぎてさマジで無理。人見知りじゃない人ってどうやってどういう思考で普段暮らせるんだ、暮らしてるんだろう。マジでちょっと思考開示してほしい。人見知りじゃない人のスキルを分けてほしい。マジですごいよな。やばい、眉毛が今日うまくいかない。まあどうせ前髪隠れるからいっか。こんにちは。ああ背中が痛すぎる。こんにちは。いやマジでそう、編入してきた、転校してきたって感じ。こんにちは。髪の毛伸びたね。ちょっと後ろも跳ねてきちゃってるけど、 AKB で人見知りじゃないメンバー、ずんちゃんとか、ひななさんとか、きょんちゃんとか、もうコミュ力お化けの人たちは全員人見知りじゃないね。よいしょ。あ、
とゆうなちゃんとかも人見知りじゃないね。こんにちは。よいしょ、ちょっと水を汲みに行ってました。喉渇いちゃった。こんにちは。お世話好きだからすぐに話しかける。どうなんだろうね。試験さんお疲れ様です。お、試験さんありがとうございます。こんにちは。ひなこはねちょっと人見知りなんですよ。仲良くなったらグイグイいけるけど、最初はちょっと人見知りします。ひなちゃんは。そう、こんにちは。なんか今日土平日だからさ、少しでもみんなが見やすい時間にいいと思ってさ、みんなが昼休みかなって時間に始めたんだけど、ちゃんとそれが功を奏して割といっぱい来てくれてる。ありがとうございます。みんななんかお昼ご飯とか食べながら見てください。例えば今日なんかブランチみたいな時間にご飯を食べちゃったので、今お腹がいっぱいです。今起きた。おはよう。いいね。今日お休みですか、それとも午後からお仕事とかなのかな。いっぱい寝ると元気出るよね。さえも今日10時ぐらいに起きたんで、いっぱい寝れてマジ元気出た。元気もりもり。ブランチ何食べました？卵チーズトーストとアスパラベーコンとアボカドをちょっと食べました。そう、今日お休み、火水休み。あ、いて、なるほどね、土日休みじゃないのか。それはいっぱい寝て最高だね。休みの日はいっぱい寝るに限る。昼はペヤングの超大盛り食べました。うわ、大食いだ。ペヤングの超大盛り食べれるって結構やばくない？超大盛りってさ、めっちゃ多いよね。普通のペヤングの2人前ぐらいあんのかな。超大盛り実物見たことないからちょっとわかんないけど、それ絶対食べきれないな。なんか割とさよね、その食べようと思った時いっぱいグワーって入るんだけど、同じ食べ物だと飽きちゃうんだよね。胃の容量がパンパンでより、なんか飽きちゃったって食べれなくなる。そう、こんにちは。大丸東京さん行きたいんだけど、ちょっとあのね、まだね、今日で一旦その全部のあのシーンの未ダンスっていうかさ、その覚えが終わるから、今日までちょっといっぱいいっぱいすぎてちょっと行けなくて、明日からどっかで行けたらなと思ってるけど、稽古の時間にもよるよね。そう、毎日稽古あるからさ、まあ、稽古休みの日とかに元気あればワンチャン行きたいんだけど、そう、ちょっと今日まではね、まあ、セリフと位置覚え、セリフと歌とダンスと位置を覚えるのに必死すぎてね、
ちょっと出かけているよ、あの余裕がない。マジで家出る直前までさ、今ショールームしてるからさ、今こんな余裕そうだけどさ、ショールーム始める前もずっと台本とさ映像を見てこうやって、え、どこ行ってんだみたいなやってたし、いつも稽古で行くまで、家出るギリギリまでダンスとか歌の確認してるから、ちょっと今ね、ちょっと今すごいね、こう見えて割といっぱいいっぱいなんです。結構ピンチ。もうさ、他の人はみんなさ、一回っていうかさ、そのもう稽古何日もしてるからさ覚えてるけど、私は今覚えてるからね。早くみんなに追いつかないと。そう、先生はかりんといろはっていうお菓子を紹介させていただいたんですけど、なんかあれそのままさ一箱もらってさ、ちょっとずつなんか小分けにね、いろんな味のかりんとがいっていうか、ちょっとずつこうやって食べたんだけど、あれいいよ。なんか本当に会社とかでさ、お土産とかにこう何ばらまき用にめっちゃいいよ。いっぱい入ってるし、いろんな味あるし、小分けになってるから、こういうご時世だからさ、なんか個包装されてるものの方がさ、配りやすいじゃないですか。めっちゃいい。何味が美味しかったっけな、なんか梅が美味しかったよ。梅、そう、なんかねすごいいろんな味があるのよ。なんかみんなでぜひゲットしてほしい。マジで美味しい。でかりんとう大好きだからさ、ちょっとかりんとう紹介できてすげえよかった。ゲットしてみてね。こんにちは。なんかね、歴代の衣装とかもね展示されてるから、お菓子を買いに行くだけではなく目でも楽しめるので、すごいいいと思います。やっぱなんか衣装をさ間近で見れるタイミングって実際あんまりないじゃないですか。ファンの方がレアよね。なんか実際にメンバーが来てたんだと思ってちょっとワクワクしません？こんにちはこんばんはにはちょっと早いですけど、こんにちは。背中とかはなかなか見えない。確かにステージでさあんまりこう皆さんに背中を向けることってないもんね。そのまあ振りでたまにあったりするけど、そんな長い時間後ろ向いてたりはしないから、後ろがどうなってるかとかあんま見れないね。衣装にもよるけど、基本後ろはワンピース系の衣装だとチャックでジッパーがついててね、着脱できるようになってたり、その衣装の仕組み的なところも楽しめるかもね。もしかしたらね。ああ、衣装によってはそうそう、イヤモニっていうかさ、ヘッドセット、イヤモニはあんまり腰に巻いちゃうことがあるけど、ヘッドセットとか入れるところがついてる衣装とかもあって、それこそネモハモとかはついてるし、今回のリップグロスとかもね、そうヘッドセット入れる袋ついてたりするんだけど、衣装によってはそうそう、そういうのもありますね。こんにちは。
こんにちは。さやはね、そんなに実際細くないんですけど、なんか身長が160あるんで、その袖の長さが足りなくて着れないみたいなのたまにありますね。ちょっと短いね、他の人のに変えようかみたいなのはたまにあります。そう、こんにちは。全部の衣装についてるわけではない。そうですね、ハンドマイクで披露するような曲はあんまりこう、あのヘッドセット用の送信機そうつける必要がないからないもの多いですね。特に最近はさ、ヘッドセットで披露するダンスをメインの曲が多いから、そうあれだけど、基本 AKB のシングルってあんまりヘッドセットなかったじゃないですか。そう、本当にここ最近の衣装はついてるけど、昔のやつはあんまついてなかったりします。こんにちは。最近ダンスメインのシングル続いてますよね。リップグロスもその曲調は結構昔の AKB っていうかさ、 AKB の夏曲感あるけど、ダンスは結構ね、ダンス系というかさ、割と踊るシングルだから、ここ3作ぐらいは割とダンスちょっと頑張る系の曲が多いですね。それは苦労している、ダンス苦手やから。必死にみんなについていけるように頑張っています。こんにちは。こんにちは。しけんさん、はじめまして。お、こんにちは。ありがとうございます。めちゃくちゃ今日メイクしてます。みんなと喋りながらメイクする配信してます。今日なんか髪の毛といい、顔といい、あんまりコンディションが良くない。あんまり良くないね、今日。よし、こんにちは。よし、あとちょっとで迷宮が終わるぜ。
そう、ワンピース今日着てる。珍しくね、ちゃんと私服を着てるんですよ。ここ最近稽古着でね行ってたんで、外にレッスン着か稽古着でね。よしとよしでない基準はどの辺？何の？アババス。何の話？もう暖房つけてる？いや、つけてない、つけてない。暖房なんてつけたら汗かいちゃうよ。今でさえちょっと、今冷房も暖房もつけてないけど、ちょっと暑いなって思ってるもん。こんにちは。化粧？それもニュアンスじゃない？そんな明確な定義がある人多分いないよ。見て、あ、今日これでいいなっていうニュアンスじゃない？そんな工業製品とかじゃないから、そんなかっちり基準はそりゃないよ。その日の顔のコンディションにもよるし。みんなもだってヘアセットとかしててさ、毎日ここがこう3ミリ動いて、ここが5ミリ跳ねてるから OK みたいな明確な基準なくない？なんとなく全体像見て、あ、バランスいいな、 OK じゃない？だから全然ニュアンス、いつもニュアンスです。全体的に見て、あ、まあいいかなみたいな。やっぱこう、何、もうさ、工業製品みたいに数値が決まってたらさ、これ以上とかさ、この数字以上とか明確な基準立てれるけど、やっぱ顔ってさ、あれやんね、毎日さ、その全く同じ状況ではないじゃん。肌の調子とかさ、顔のむくみの状態とか、まあ、髪の毛もそうだけど、寝癖の状態みたいな。そう、やっぱこう明確な基準って設けれないよね。でも設けれたらめっちゃ楽なんだけどね。毎日そこをゴールにさ作っていけばいいけど、それがないからさ、人間の顔って本当にめんどくさいよね、複雑だよねって思ってるよ。そう、マジで思う。明確な基準があったらなんて楽なんだろうって、マジで思うよ。自分は単発なんでセットしなくても大丈夫。単発でもセットする人は全然するでしょ。あ、まあ坊主とかだったらちょっとしないかも、ごめん。坊主とかだったらしないな、ごめん。単発もう坊主まで極めたら確かにヘッドしないわ。確かにね。みんなするかと思ったらそうでもないわ。自分の固定観念が悪さをしました。そりゃせん人もおるわな。でも髪の毛直しただけでさ、めっちゃ清潔感出るやん。髪の毛セットするのってコスパ良くない？なんかさ、もさ、休みの日とかメイクしない時あるけどさ、髪の毛直すだけでめっちゃ清潔感出るんだよね。髪の毛直すのマジコスパいいと思う。本当に10分15分で綺麗になるしさ、メイクはさ普通に丁寧にやったら30分ぐらいかかっちゃうけどさ、髪の毛ほんと10分15分で綺麗になるから
マジコスパいい。ね、清潔感大事やんな。よいしょ。自分すんごいテンパなんて思った髪型なんだ。うわ、わかるー。さえもさ、今はもうだいぶ落ち着いたんだけど、ちょっとクセっ気なのね。テンパまでいかないんだけど、昔はまあ結構テンパっていうぐらいクルンクルンクルンってしてたんだけど、そうだからそれストレートかけてたもんね、一時期。うねりやばすぎて。えマジさ、クセっ気の人とかテンパの人ってさ、どうしようもなくない？言うこと聞かないじゃん、髪の毛って。その綺麗に治ったと思ってもちょっとでも湿気があったりとか汗かいたりしたらもう跳ね始めるじゃん。超わかります。私は特に前髪がめちゃくちゃ癖っ気だから、どんなに綺麗にセットしても一曲出たらもうなんかクルクルし始める。こんにちは。いや、その少しウェーブがあるのはパーマかけたらどうにかなるやん。でも基本的にテンパとかクセっ気のウェーブはその何、綺麗なウェーブじゃないからあんま意味ないのよね。なんか左右の髪の毛どっちも同じ方に曲がってるとか、そういう感じのねウェーブなんですよ、天然パーマのウェーブって。だから普通に直毛の人があの美容院でパーマかけた方が綺麗なんですよね。天パの人はみんな分かってくれる気がする。天パとかクセっ気の人はそのもともと天パでなんかもう超綺麗なウェーブだったら多分まだ楽だと思うんですけど。直毛の方がいろいろできていいと思います。まあ、巻きが取れやすいとかいう新たな問題は生まれるけどそう、それはあるかもしれんけど。仕事もだよね。お仕事頑張って、ありがとう。休憩に見に来てくれて。でもさやのさ、幼少期のさ写真とかすっごい髪くるくるだよ。髪なんかくるんくるんやったね。なんかあんま下ろしてる髪の毛ないんだよ、ちっちゃい頃。ほんと2歳3歳とかの時くるくるすぎるからいつもなんか2つ縛りとかしてもうクリンってなってさ下ろすとすごいこうね、うわーってなっちゃうから縛ってたね。昔の写真ほとんど縛ってる。バブ時代、さやかちゃんバブ時代ね。こんにちは。こんにちは。そんな感じです。髪の毛ってでもマジ印象にさ、なんかその人はさ割と見た目でさ最初のなんか1秒とか2秒でさその人の印象を判断するっていうじゃん。でその印象に髪の毛ってマジ大事じゃん。髪の毛って大事よね。
普段結構さ何にも直さず外出ちゃったりするけど、よくないんだろうな、よくないんだろうな。直さないとなと思いつつノンセットで出かけちゃう。でも清潔感出すのにマジでコスパいいからやんないとねいけないんだけど、本当にこればっかりはなかなか。ケンさんお疲れ様です、こんにちは。なんか直してる時間あったら寝たいと思っちゃうタイプの人間だから多分それはダメだねそう、いっぱいギリまで寝たいと思っちゃうから社会人としては半人前な気がする。身だしなみもマナーですよって自分にちょっと学ばせたいですね。さあそんなこんなで顔ができました。今日はこんな感じでいきます。で髪の毛も今日これもう10分ぐらいかけて直してありますからね。直さなかったらひどい、くせっ毛でひどいもんで、もうだってもう跳ねてるからね。こう綺麗に全部内巻きにしたのにまだ30分とかしか経ってないのにもう跳ねてるから、私のくせっ毛は意外と手強い相手です。こんな感じでいいかな、顔は完成。やばい、めっちゃ一箇所にかかった今。あとまつげがめっちゃ刺さってる目に。傘まつげ直したいな。これはメイクキープミストって言って上からシュッてかけるとちょっと崩れにくくなるよってやつ。そう、まあどうせマスクするんで崩れるんですけどね。マスクは全部のメイクを吸着していっちゃうから鼻の頭とかほっぺの頭とか削っていっちゃうんでね、マスクが。そうだからまあ気休め気休めキープミストです。でもねやった方がねさすがに持ちがいいような気がする、やんないより。分かんない、全く同条件で研究しっていうか実験したわけじゃないから分かんないけど、完全に体感そう。でもさ自分の顔マジで最近好きじゃない、嫌になっちゃう。そう前髪さ自分で切ったにしては結構綺麗じゃない、あんまガタガタしてないしさ、なんかいい感じじゃない。それ前髪自分で切れるようになった、成長。前まで前髪切るためだけに美容院行ってたのに。あそう肌の調子ねここ最近いいんですよ。そうあんま荒れてない、特にこっち側マジ今何もないのよ。こっちはちょっとねマスクニキビがちょっとこうちょっと残ってるんですけど、こっちマジ今綺麗、左顔面めっちゃ綺麗。最近ストレスフリーの生活してるからさ、やっぱストレス溜まるとニキビできるよね。ストレスフリーは正義だね。今の顔いいと思うけどな。まあなんかその当社費歴代の高橋さやかちゃんの歴史をたどっていくと今の顔はかなりそのいい方だと思うんですけど、やっぱ他の人と比べてなんかマジ可愛い人ばっかりで最近周りがいいなみたいな思ってる。てか今の現場元アイドルの子めっちゃ多いからさ、めっちゃ可愛いんだよねみんな、なんかうんってなる。
みんな可愛くていいなって。まあそんな感じでぼちぼち終わりにしますか。財務台本を覚えたり家を出る準備をそうそうしなくてはなりません。ではランキングを見ます。13位くまけんさん、ありがとうございます。12位ケロンさん、ありがとうございます。11位オロロさん、ありがとうございます。10位はさっぴさん、ありがとうございます。9位はいっこぞうさん、ありがとうございます。8位とてんまけんけんさん、ありがとうございます。7位としくんさん、ありがとうございます。6位けんけんさん、ありがとうございます。5位まさとさん、ありがとうございます。4位ピアノマンさん、ありがとうございます。3位やすさん、ありがとうございます。2位黒ぎつねさん、ありがとうございます。そして1位はとめさん、ありがとうございます。イエーイ、みんなありがとう。では今日も稽古頑張ります。また夜もねちょっとやろうと思ってるのでぜひ見に来てください。バイバーイ。